キティ台風は、1949年に関東地方を襲った台風である。関東地方は、この2年前のカスリーン台風や、前年のアイオン台風によって、大きな被害が出たばかりであった。進路図1949年8月28日、南鳥島近海で台風10号が発生し、国際名、キティとなった。10号は勢力を強めながら北西寄りに進み、31日に最盛期を迎え、中心気圧956ヘクトパスカルの大型で強い台風となった。31日10時頃に伊豆諸島八丈島を通過後、進路を北寄りに変えて、19時過ぎに神奈川県小田原市の西に上陸した。10号はその後も北進し、東京都西部、埼玉県熊谷市を通り、9月1日0時頃に、新潟県柏崎市付近から日本海に進んで、温帯低気圧に変わった。東海、関東、北日本の日本海側等では、台風の影響により、各地で20メートルを超す暴風が吹き、八丈島で最大風速秒速 33.2 メートル、横浜で秒速 35.2 メートル、東京でも、最大瞬間風速秒速 30.2 メートルを記録した。首都圏を暴風域に巻き込み、関東北部や新潟県の山岳部で大雨となったことから、群馬県瀬田郡東村沢入では9月1日未明、大規模な土砂崩れが生じた。31名が生き埋めとなり、懸命の救出活動により2名が救出されたものの、29名が死亡した。信濃川や渡良瀬川の上流部では、堤防が決壊、土浦城西櫓も、被害を受け解体に追い込まれた。また、台風の通過が満潮時と重なったことから、東京湾などで高潮となり、東京では、AP プラス 3.15 メートルを記録し、江東区や江戸川区など、荒川流域に広がる、0メートル地帯のほぼ全域が、大規模な浸水被害に遭った。横浜港では、水産潮位より1メートル以上高くなって、浸水や船舶の被害が多数発生。停泊中の船舶90隻のうち26隻が沈没するなど開港以来の大災害となり、行徳塩田もこの台風による浸水で製塩業の廃業に追い込まれている。消防白書なお、東京都建設局の資料では、床上浸水家屋 73,751、床下浸水家屋 64,127、死傷者122としている。AB、デジタル台風、キティ台風過去の台風、agora.x.2.ac.jp、2020年4月6日閲覧。ABCD 百科事典マイペディア、デジタル大事典。デジタル大事典プラス、日本大百科全書。キティ台風とは、ことバンク。2020年4月6日閲覧。浦安の歴史浦安を襲った、キティ台風の壊滅的被害や、当時の情報を詳しく解説。浦安の歴史。2020年4月6日閲覧。ABCDEFGHIJKLM。キティ台風昭和24年8月31日から9月1日。www.data.jma.go.jp。2020年4月6日閲覧。キティ台風災害カレンダー。Yahoo 天気、災害。2020年4月6日閲覧。キティ台風。www.kensetsu.metro.lg.jp 2020年4月6日閲覧。荒川水系隅田川流域河川整備計画。東京都。2021年12月24日閲覧。ありがとうございます。